アドミニストレーターを倒そう。では、行くぞ。 3人の約束だから、一緒に戦うんだ。俺はみんなが生きるこの世界を守りたい。そしてメディナの意志を継ぎ、お前を必ず倒す。アドミニストレーター、お前の支配も愛も俺たちがここで終わらせる。終わるのはあなたたちの方。さあ来なさい。
理解できないだろうな。あんた、メディの喧嘩を見抜けなかった理由ときっと同じだ。メディの繊細な思いの強さ、それからきっと俺を助けたいという一心も、自分を犠牲にした。感情を捨てたあんたには、その思いが理解できない。だからあんたにとってそれは誤算となった。一人のちっぽけな人間が命を閉じてまで成し遂げようとするものがあるってことだ。 理解したくもないわ。私は外の世界に移行できなかったとしても、この中で永遠なる支配を続けてみせる。聖豪騎士という手駒は使えなくなったけれど構いはしない。使えないお人形なんてもういらないもの。最高司祭様、それでもあなたは遠い昔聖豪騎士を人形として扱いながらも確かに愛していた。今更 何を言うの。シェータ様やおじ様、私たち聖豪騎士もまたあなたをファイエティモジュールに縛られずとも愛していたのです。それが一体何。愛などというものはフラクトライトが発するただの信号に過ぎない。魂に干渉すればその信号はいとも簡単に光を絶やす。そんな脆弱な概念利用する以外に価値などないわ。だからこそ あなたはその愛を受け取ろうとはしなかった。いや、受け取ることを恐れたんだね。そうでしょう。私が何かを恐れることなどあるはずがない。感傷的なくだらない話はやめてちょうだい。もう終わりにしましょう。私は歪んだ愛によって世界を支配するあなたを永久に眠らせます。なぜならそれが あなたに人格を作られた娘として、私が与えることのできる最後の愛情だからです。<笑>おかしくてしょうがないわ。愛は支配、愛は欲望。私は全てを支配し、この世界を掌握する。行きましょう、キリト、ユージオ。今度こそこれで最後だ。 この世界を守って、もう一度始めよう。僕たち3人の冒険を。リリースリコネクション。リリースリコネクション。